皆さんこんにちは。私は中之島キリスト教会の牧師で国分博士と申します。よろしくお願いいたします。今日は11月12日、第一コリント10章14節から22節、共存できない誠の信仰と偶像礼拝です。コリント人への手紙第1、10章14節から22節。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。今日の箇所では偶像礼拝を避けなさいということが勧められております。偶像礼拝というのは、私たちが他の宗教を信じるということ、そういうことと合わせてですね、結局は神様以外のものを、誠の神ではないものを神のようにしてしまうこと、そういうことも全部偶像礼拝になると思います。誠の神様から背ける、それが他のものであったとしても、宗教というものではなかったとしても、結局神様から心を背けるものであるならば、やはりそれは偶像になっていくだろうなというふうに思います。特に私たちを神様から離れさせようとする悪魔の働きがあるということを忘れてはならないと思うんですね。悪魔は私たちが神様に背くようになることを願っています。そのための強力な手段として、この偶像礼拝を用いているということを忘れてはならないと思います。ですから、ひょっとしたらばそれは宗教としてはとても良いものというふうに思われているものかもしれません。キリスト教だけが良い宗教ではなくて、仏教もいいじゃないか、イスラム教もいいじゃないか、みんないいじゃないかというふうに思う人たちは多いですよね。確かに宗教というような、そういう枠で考えるならば、いろんな教えがあって、それぞれにみんな一生懸命に
努力してその宗教を守っている、それはそれで美しい姿ではないのかというふうに人は思います。けれども結局そういう他の宗教に従っている人が人間的には美しい生き方をしていたとしても、まことの神様から引き離されてしまって最後には滅びに落ちてしまうならば何にもならないわけですね。それがまたサタンの狙いであるとも思います。美しい生き方をさせて、そして結局滅ぼさせる、なんと恐ろしい策略でしょうか。パウロは私たちが偶像崇拝を避けるということについて聖餐式を根拠にそのことを語っております。16節に、私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか、と述べています。私たちが聖餐式をするということは、それはイエス様と交わるものであるということを表しているわけですね。キリストと交わっている、だからこそ私たちは他のものとはもう交わらないのだということを明らかにしなければならないわけですね。キリストと交わって他のものとも交わるというような、そういういい加減な生き方をイエス様は喜ばれるだろうか。いや、そんなことは決してないというふうに言っているわけなんです。まあ、子供が読む漫画で、セイントお兄さんという漫画があるんですね。まあ、これはどういう漫画かというと、登場人物がなんと釈迦とキリストが兄弟として登場するんですね。そして、まあ、2人は実は仲良しで、まあ、ですから本音においては同じようなことを考えていて、でも現れ方が違うんだというような、まあ、そういう描き方をしているわけなんです。でもこういう考え方っていうのは、ね、本当に危険だなというふうに思うんです。どの教えだって本当にみんないいこと言ってるんだからいいじゃないかと、どの教えでもいいんだよというような、そういう思いが背後にあるわけですね。でも皆さん、もし自分が何か困った時にですね、警察とヤクザに両方にお願いするということがあるでしょうか。そんなことはないでしょうね。警察にお願いしますって助けを求めておきながら、ヤクザにもお願いしますって言ったらば、その両方が鉢合わせになっちゃったらどうするんですか。困ってしまいますよね。そんなことをしたらば、自分自身をむしろ破滅に追いやってしまうかもしれません。お願いするならばどちらか片っぽにするべきですよね。それももちろん正しい方に求めるべきであります。私たちはキリストだけを信じるという姿勢を持つ必要があります。そうでなければ本当にイエス様の十字架に救いを見出すことはできません。他の教えでもいいじゃないかというふうに思っていたならば、イエス様の十字架に本当に頼るということはしなくなるんです。そして自分の罪を本当に悔い改めてイエス様によってあがなっていただこうなんていう思いは湧いてこなくなるんです。こういう考えでもいいじゃないか、他のものでもいいじゃないかというふうに思い始めたならば、私たちは結局イエス様から引き離されていってしまうわけですね。ですからパウロは偶像礼拝を避けなさいと、そして21節に、あなた方が主の杯を飲んだ上さらに悪霊の杯を飲むことはできないことですと、できないんだと、共存はできないんだというふうにはっきりと言っているわけです。どうか私たちが本当に救い主として信じるのはイエス様だけなのだということを忘れないでください。他に救いはないのです。この方を私たちは心から信じましょう。
あなたはキリストだけを信じていますか？他にも信じ頼るものが何かないでしょうか？15節に、私は賢い人たちに話すように話しますというふうに記されています。賢い人、そして愚かな人がいるということがわかります。賢い人はキリストと交わるんだというふうに思っているこの自分が、他のものとは交われない、特に悪霊とは絶対に交われないということをわきまえている人です。ですから偶像礼拝を避けるのは当然なことになります。けれども愚かな人はキリストと交わりつつ悪霊とも交わろうとするのです。ひょっとしたらそれが悪霊だというふうには思っていないかもしれません。知らずに付き合ってしまうということもあるかもしれない。でも結局は二股をかけるようにキリストとそれ以外のものと、ね、いろんなものに頼る、そういうことを考えているならば、やはりそれは愚かです。賢くなる必要があります。賢さはキリストだけということをわきまえるということです。なぜならばキリストだけで十分だからです。そして他のものに頼ることは結局キリストに頼らなくさせてしまうからです。そのことがはっきりとしているならば、もはや他のものに頼るということはしなくなると思います。しかし本当に賢いものとして自分が生きているのか、そのことは私たちが自分の心を本当に点検し直す必要があるかもしれませんね。愚かな思いを持っていることもあるのではないでしょうか。イエス様を頼るというふうに心で決めているのに、どこかで他のものにも頼ってしまうということがあるのではないでしょうか。神様の前に正直に自分の心を反省したいと思うのです。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私の心の中にはいろいろな思いが湧いてまいります。真実に神様に仕えたいという思いと、わがままな自分の心を満足させる他のもので自分の心を満たしたいと思うような、そういう愚かな気持ちも湧いてまいります。神様、本当に愚かなものであることをお許しください。もう一度心を定めてイエス様だけに従うんだということを誓います。どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。